八谷氏は日本の氏族の一つ、八谷と表記する場合もある。美の国八祥の聖は源氏山形支流の一族で、後世は聖は源氏時支流を称していることが多い。以下で小述。このほか、関西重州書家府に旗本として掲載されて八谷氏も見られる。また、道の区国仙台藩士や筑後国や長和藩士などでも見られる。いわゆる美の源氏の一族で、 源の頼光の七代孫にあたる山形、三郎頼常のこの来春が、美濃国鴨も八屋に居住し、八屋家蛇を称したことに始まる。下って、鎌倉時代後期の頼地の第二子子がなく、同族の時工場の子であった帝親が養子となって、病石を継いだことから以降と騎手の所流となり、帝親の次男、潮屋の系統からは、後の江戸崎氏。 万騎士へとつながる原氏を排出した。また、系図上のつながりは未称であるが、身の出身であることや同じく、時氏族である金森氏の金森長近と同時期に、織田信長に通じたことから八谷頼高もこの一族で、あると見られている。徳川家康の家臣、八谷定次もこの系統とみられる。宮城県政史家系大辞典では三系統の八谷氏が、 掲載されている。このうち、聖は源氏と騎士流と称して、江戸幕府旗本から仙台藩士になった、八谷課長を外する八谷氏は四百国、加格平侍の仙台藩士になった。道家の八谷か博は、伊達騒動で著名。八谷藩の城、課長家交代家庭家分。ありがとうございます。